はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ということで本日はガチンコ女子ゴルフ部の皆さんに登場していただきましょう。うちが来た時は微動だにしないっていうのもね。こうね、前半はね対決しようっていうのをやったんですが、まあ、ただあの真剣にゴルフをやってもらって、スコアがそれぞれ出てですね、まあ、後半の9ホールに関しては、うん、瀬戸ちゃんに関しては30代ですね、はい、まあ、70代を出すっていうのが皆さんの今年中の目標として、りなちゃんとひかりちゃんは、まあ、40前半を目指してやっていこうと、はい、137ヤード、はい、137ヤード8番で、8番しかもめっちゃフォローだからね。コース あのマップに159って書いてあったんで、ね、8と7しか持ってきてない。しかもフォローだからいい感じの調整が必要。8番でアプローチ、よい、ナイスです、ありがとうございます。ナイス、簡単だよねこういう方がね、うん、ゆっくり大きく120ヤード8番、シャフトもしなり始めました、ね、いい感じで今の当たり始めた、うん、正面ショート、アイアンの時の方がセツちゃんのこう左手のグリップはちょっとこう固くなる、こうグッて内側に、うん、もうちょっとワックルしながら、はい、ちょっと緩めて固定しすぎないように、はい、9番でいきます。 P でいったらヒカリちゃん P で、 P ですか、うん、の方がいいですか。 P でいってみよう。大事なのはエッジまでの距離、はい、そこからピンまでの距離をちゃんと把握して打つこと。いいよ。ちょっと前に行って。ナイスオーケー。ナイスオー。スピンが効いてる。これってもう一回いいよ、もう一発行こう。もう一回打っていいよ。いいよ。まあまあ、そしたら全然。ナイス。普通ですね。行きました。登って、最後後半は下り。いや全然来ない。ちょっと芯じゃないとこで当たりました。強い、惜しい、強かった、ナイストライよ、だいぶ強かった、いいよ、おい、入れる、はい、はい、お願いします、入る、ビヤ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 、うん、うまい、いや曲がるね、OK、ナイスナイス、ありがとうございます、ナイスパー、はい、ナイスパー、ありがとうございます。389ヤード、わー、めっちゃナイス、これ川じゃない、川あるよ、川、わー、川あるよ、今キックしましたね、なんかに、あ、なんか橋に当たったよ、いや川だよこれ、はい、253ヤード、おうおうおう、あ、やめろ、おお、超えた、おお、超えて向こうの、おお、向こうから入った説ある、ある、ナイスショー、めちゃくちゃ、いや最高、よし大丈夫です、うん、何なんそれ、いやもう全然パー取れない、あ、そういう確かにね、おー、ぶんました、コースなり、いいよいいよ、カート道のちょっと奥、カ
コースなりみたいです。結構可愛い川なんですよね。可愛い川に入ってますちゃんと。可愛いね。ちょっと待って、目の前のあの岩に当たりそうで怖い。やめてね、それは。言わない方がいいと思う。うまいうまい。落っこってくんじゃない？あの人たちは何も見てないからわかる。ここから落ちます。あ、そこ、何立てるの？マジで？うん、なんかとりあえず水が入ってこない靴でよかった。いや、いった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 。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまくいったね。いや、たまたまね、浮いてたから、うん、すごい浅瀬だったからよかった。うん、いや、あんなうまくいくと思わなかった。やばい。うん、何ヤード？70ヤード。70ヤード52。おー、いい当たりだけど、ちょっと右だ。なんかキックしましたね、今。うん、ポンコギってごめんなさい。いいよ、全然。A。A です。70ヤード A。あー、シャンク、シャンク。止まれ、止まれ、止まれ。うん。まあ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 。45、50のベース言ってました。やま。やま。アグレッシブ。ちょっとよかった。おお。距離感はいいね、でも。カップ見ない。ナイスライ。はい、ありがとうございます。先に失礼します。ボギー。うまい、うまい。オーケー、オーケー。ナイスボギー。うまい。いやー、重い。重い。うまいけど重い。謎の川から打ったショットは今日一寄ってる。危ない。ナイスです。危ねえ。あ、待って、ちょっと。おい、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 おい。ちゃったよ、今。何、今のリアクション。ちゃったよ。T&D のやつだ。T&D。あー、ガーン。あ、もう、写してよ、もう。集中ですね。はい、514ヤードです。はい。最終ホール。あの木に向かって。ちょい右。これ怒ってるね。おそらく、おそらく。363ヤード。チャンスホールですね。じゃあ結構打ち上げてるかね。そう、数字以上にはあるよ。18ホール完走した。すごすぎない？よし、ドライバーチャレンジ終了。うわ、ドローになった。確かに。確かに。いや、ドローになったよ。よかった。確かに。コースで出た。オリルの成果が。いや、初めて見たね、あの球ね。確かに、確かに。右からドローは。初めて、あ、右からのドロー。そうだね、うん、引っ掛けてとかじゃなくて。生まれて初めての右からドローが誕生しました、今日。誕生。しかもカメラに収まった。記念日。収まった。ライスさんに見てもらう。おおほほほほほほ。落ちてー。あ。あ、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 帰ってきた。どこに？あのね、いや、斜面の真ん中くらいまで帰ってきた。あ、嘘。私目悪くなった。OB のはるか右上に着弾したけど。はい、225ヤード。240ぐらい。
ち上げてますからね。ピンがそこです。2番ユーティリティでいきます。おお。ちょっと巻いて左。長バッカだ。距離はいったな。うん。いいよ。ああ、ちゃあ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 。もうちょい落ちて。ああ。悔しいやつです、これは。ミス。おい、タワー。ナイス復活。次がね、難しくなるからね、右行ったね。あっちの方は全然いい。うん。オッケー。ナイス。計画通り。アビオーブねー、ナイスナイス。110ヤード8番、右の方が安全そうね。はい、ありゃ右、88ヤード A。 うまっ、めちゃいい。大きいかもしれない。また相当根元に落っこったぞ。119ピッチング、うん、大丈夫よ。大丈夫、チャンク出ない。 119? 違う、89だよね。でかい。はい、いいよ、50度。はい、50度です。お、うまい。なんか変な傾斜だね。つま先下がりでちょっと固めバンカーです。下めっちゃ硬い。下めっちゃ硬いって言ってます。飛んでた。ちょっとこう砲台気味のちょっと変なところにピンが切ってあって難しいです。お願いだから止まって、このアプローチ。お、うまい。止まって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 。あー、ダメです。ここで止まってよ。止まったよ。あ、よかった。オッケーオッケーオッケー。いいスピン。入れ入れ。ああ。ありゃ。ケイムホーム、ケイムホームだよ。おお、戻って。止まってよ。止まってよ。意外と来る。止まってよ。やめて。切れなかった。あ、止まる。危ない危ない。止まるよね。オッケーオッケーオッケー。バックスイングがやっぱりなんちゃん、ちっちゃいね、相当。小さい。うまい。ええ。どうしだ。足りません。おお。ああ、惜しい。入って欲しかったね、それは。ナイス。ありがとうございます。ナイスでした。ナイス、うん、ナイス。ダボ。最後がダボということで。ということで結果発表。はい、瀬戸ちゃんは後半が、44ということで、はい、まあ、前半42、トータル86。はい、結構自分の中で消化不良な感じで86だから成長を感じますね、やっぱり。うん、7打くらいいくらでも減らせそうっていう。まあ、ベストスコアが81だとして、はい、今日86で回ったっていうのは、うん、まあ、ベストからプラス5くらいっていうのは、まあ、非常にナイスプレーの部類だと思います。うん、やっぱり平均スコアはベストのプラス10くらいだから。まあ、ひかりちゃんは、うん、あのショットの成長は感じますが、やっぱ集中力かな、はい、パターの、あのショートパット打つまでめっちゃ早いから、はい、もうちょっとちゃんと呼吸を整えて打つみたいな。りな、うん、ちゃんは、はい、
まあちょっと最近ね忙しかった中で練習量が減ってしまったのはあるけど、はい、あの前回やってもらったドリルの成果が出て、はい、まあ、最後なんかめちゃくちゃいいドローボール出てね、瀬戸ちゃんと同じ飛距離、ちょっと瀬戸ちゃんより前に行ってたんで、はい、非常にこれからが楽しみだと思うんで、はい、ドローになってきたらストレートボールを打つための練習ドリルに切り替えてみて、はい、可能性としては少し見えてきた部分がありますね、はい、まあ、瀬戸ちゃんなんかは夏に向けてって感じ、はい、2人はやっぱ年末の頃には70代見えるような状況になっているといいかなと思います、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。